春の鳥、国木田どっぽ、1。今より67年前、私はある地方に英語と数学の教師をしていたことがございます。その町に城山というのがあって、大きく暗く茂った山で、あまり高くはないが、花肌風景に富んでいましたゆえ、私は散歩がてらいつもこの山に登りました。頂上には城跡が残っています。 高い石垣に蔦桂が絡みついて、それが真紅に染まっている塩梅などへも言われぬ趣向きでした。昔は天守閣の立っていたところが平地になって、いつしか姫小松まばらに生い立ち、夏草隙間なく茂り、見るからに昔を忍ばす哀れな様となっています。私は草を敷いて身を横たえ、数百年をのの入れたことのないうつたる深林の上を見越しに、 近郊の田園を望んで楽しんだことも幾度であるかわかりませんほどでした。ある日曜の午後と覚えています。時は秋の末で、大空は水のごとく澄んでいながらのわけ吹きすさんで城山の林は激しくなっていました。私は例のごとく頂上に登って、やや西に傾いた日陰の縁村近郊を赤く染めているのを見ながら、持ってきた書物を読んでいますと、 突然人の話し声が聞こえましたから石垣の端に出て下を見下ろしました。別に怪しいものでなく三人の小娘が枯れ枝を拾っているのでした。風が激しいので物も,も多いかして、たくさん背中に背ったままなおもあたりをあさっている様子です。むつまじげに話しながら、楽しげに歌いながら拾っています。それがいずれも十万二十三、多分何村あたりの農家の子供でしょう。 私はしばらく見下ろしていましたが、またもや書物の方に目を移して、いつか小娘のことは忘れてしまいました。すると、キャッという女の声、驚いて下を見ますと、3人の子供は何に恐れたのか、枯れ木を背負ったままあたふたと逃げ出して、たちまち石垣の彼方にその姿を隠してしまいました。おかしなことと私はその近所を注意して見下ろしていると、 薄暗い森の奥から下草を分けながら、道もないところをこなたへやってくるものがあります。はじめは何者とも知れませんでしたが、森を出て石垣の下に現れたところを見ると、11か12歳と思わるる男の子です。紺の筒袖を着て白木綿の絵コーを締めている様子は百姓の子でも町屋のものでもなさそうでした。 手に太い棒切れを持ってあたりをキョロキョロ見回していましたが、太い石垣の上を見上げたとき、思わず二人は顔を見合わしました。子供はじっと私の顔を見つめていましたが、やがてにやりと笑いました。その笑いが尋常でないのです。生白い丸顔の、目のギョロリとした様子までが、ただの子供でないと私はすぐ見て取りました。先生、何をしているの と私を呼びかけましたので私もちょっと驚きましたが、元来私の当時教師を務めていた町はごく小さな城下ですから、私の方では自分の教え子の他の人をあまり知らないでも、土地のものは都から来た年若い先生を大概知っているので、今この子供が私を呼びかけたも実は不思議はなかったのです。そこへ気がつくや、私も声を優しゅうして、本を読んでいるのだよ。 ここへ来ませんか。というや、子供はいきなり石垣に手をかけて猿のように登り始めました。高さ5軒以上もある壁のような石垣ですから、私は驚いて止めようと思っているうちに、早くも中ほどまで来て、手近のかつらに手が届くと、スラスラとこれをたぐってたちまち私のそばに突っ立ちました。そしてニヤニヤと笑っています。名前は何というの と私は問いました。六、六、六三というのかね。と問いますと、子供はうなずいたまま例の怪しい笑いを漏らして、口を少し開けたまま私の顔を気味の悪いほど見つめているのです。いくつかね、年は、と私が問いますと、懸念な顔をしていますから、今一度問い返しました。すると妙な口つきをして唇を動かしていましたが、 急に両手を開いて指を折ってひ、ふ、みと読んでとう、十一と飛ばし、顔を上げて真面目に。と一だ。という様子は、やっと五つぐらいの子の、ようよう数を覚えたのと少しも変わらないのです。そこで私も思わず、よく知っていますね。おっかさんに教わったのだ。学校へ行きますか。行かない。なぜ行かないの 子供は頭をかしげて向こうを見ていますから考えているのだと私は思って待っていました。すると突然子供はわーわーと推しのような声を出して駆け出しました。六三、六三、と驚いて私が呼び止めますと。カラス、カラス、と叫びながら、後も振り向かないで天守台を駆け降りて、たちまちその姿を隠してしまいました。二、 私はその頃宿や住まいでしたが、何分不自由で困りますからいろいろ人に頼んで、ついに田口という人の二階二軒を借り、移植一切のことを任すことにしました。田口というは昔の過労食、城山の下に立派な屋敷を昔のままに構えて裕福に暮らしていましたので、この二階を貸し、私を世話してくれたのは少なからぬ行為であったのです。ところで驚いたのは、 田口に移った日の翌日、朝早く起きて散歩に出ようとすると、白山で会った子供が庭を吐いていたことです。私は、六三、おはよう、と声をかけましたが、子供は私の顔を見てにやり笑ったまま、草ぼうきで落ち葉を吐き、言葉を出しませんでした。日の経つうちに、この怪しい子供の身の上が次第にわかってきました。 というのは、筆記を私が気をつけて見たり聞いたりしたからでしょう。子供は名を六蔵と呼びまして、田口の主には大いにあたり、生まれついての白痴であったのです。母親というは四十万五十六、早く夫に別れまして里に帰り、二人の子を連れて兄の世話になっていたのであります。六蔵の姉はおしげと呼び、その時十七歳、私の見るところでは、 これもまた白地と言って良いほど哀れな女でした。田口の主も初めのほどは白地のことを隠しているようでしたが、何を言うにも隠し得ることでないのですから、ついにある夜のこと、私の部屋に来て教育の話の末に、老いと命の白地であることを話し出し、どうにかしてこれに幾分の教育を加えることはできないものかと、私に相談をしました。 あるの語るところによると、この哀れな兄弟の父親というは、非常な大衆家で、そのために命をも縮め、加算をも当人したのだそうです。そして姉、ね、もおととも初めのうちは小学校に出していたのが、二人とも何一つ学びえず、いくら教師が骨を折っても無駄で、到底他の生徒と一緒に教えることはできず、いたずらに他のわんぱく生徒の長老の道具になるばかりですから、 っってて気のの毒に思って退学を指したのだそうですなるほど詳しく聞いてみると、姉も弟とも全くの白痴であることが、いよいよ明らかになりました。しるに主の口からは言いませんが、主の妹、すなわち兄弟の母親というも、普通から見るとよほど抜けている人で、二人の子供の白痴の原因は、 父の大酒にもよるでしょうが、母の遺伝にもよることは私はすぐ乾杯しました。各地教育というがあることは私も知っていますが、これには特別の知識の必要であることですから、私も田口の主の相談にはうかと乗りませんでした。ただその容易でないことを話しただけでよしました。けれどもその後、だんだんおしげと六蔵の様子を見ると、いかにも気の毒でたまりません。 ののうちにももこれれほど哀れなものはなはいいと思いました推し、つんぼ、メシーなどは不幸には相違ありません。言うあたわざる者、聞くあたわざる者、見るあたわざる者も,のもなお思うことはできます。思うて感じることはできます。白地となると、心の推し、つんぼ、めくらですからほとんど禁じに類しているのです。 ともかく人の形をしているのですから全く感じがないわけではないが、普通の人と比べては10の1にも及びません。また不完全ながらも心の調子が整うていればまだしもですが、さらに歪になってできているのですから、様子がよほど変です。泣くも笑うも喜ぶも悲しむも、皆普通の人から見ると調子が狂っているのだからな大暴れです。おしげはともかく、 六蔵の方は子供だけに無邪気なところがありますから、私は一倍哀れに感じ、人の力でできることならば、どうにかして少しでもその知能の働きを増してやりたいと思うようになりました。すると田口の主と話してから2週間も経った後のこと、夜の10時頃でした、もう床に着こうかと思っているところへ。先生、おやすみですか と言いながら私の部屋に入ってきたのは六蔵の母親です。背の低い、痩せ型の、頭の小さい、中高の顔、いつも歯を染めている昔風の女。口を少し開けて人の良さそうな、たわいのない笑いをいつもその目尻と口元に表しているのがこの人の癖でした。そろそろ寝ようかと思っているところです。と私が言ううち、夫人は火鉢のそばに座って、 先生私は少しお願いがあるのですが、と言って言い出しにくい様子。何ですか六蔵のことでございます。あのような馬鹿ですから、行く先のことも案じられて、それを思う私は自分の馬鹿を棚にあげて、六蔵のことが気にかかってならないのでございます。ごもっともです。けれどもそうを案じなさるほどのこともありますまい。 とつい私も慰めの文句を言うのはやはり人情でしょう。2、私はその夜だんだんと母親の言うところを聞きましたが、何よりも感じたのは親子の情けということでした。前にも言った通り、この夫人とてもよほど抜けていることは一見してわかるほどですが、それが我が子の白痴を心配することは普通の親と少しも変わらないのです。 そして母親もまた白痴に近いだけ、私はますます哀れを催しました。思わず私ももらい泣きをしたくらいでした。そこで私は、六蔵の教育を骨を折ってみる約束をして気の毒な夫人を返し、その夜は遅くまで色々と工夫を凝らしました。さてその翌日からは散歩ごとに六蔵を伴うことにして、 木に応じていくらかずつ知能の働きを加えることにいたしました。第一に感じたのは、六蔵に数の観念が欠けていることです。一から十までの数がどうしても読めません。幾度も繰り返して教えれば、二三と十まで口で読み上げるだけのことはしますが、道端の石ころを拾うて三つ並べて、いくつだと聞きますと、考えてばかりいて返事をしないのです。 無理に聞くと初めは例の怪しげな笑い方をしていますが、後には泣き出しそうになるのです。私も苦心に苦心を積み、根気よく努めていました。ある時は八万宮の石段を数えて登り、ひ、ふ、みと進んで七つと止まり、七つだよと言い聞かして、さて今の石段はいくつだと聞きますと、大きな声でとうと答える始末です。松の並木を数えても、 歌詞を褒美にその数を教えても、結果は同じことです。非、不、身という言葉と、その言葉が示す数の観念とは、この子供の頭になんの関係をも持っていないのです。白地に数の観念の欠けていることは聞いてはいましたが、これほどまでとは思いもよらず、私もある時は泣きたいほどに思い、子供の顔を見つめたまま、涙が一人でに落ちたこともありました。 しかるに六蔵はなかなかのわんぱくもので、いたずらをするときは随分人を驚かすことがあるのです。山登りが上手で、白山を駆け回るなどまるで平地を歩くように、道のあるところないところ、さっさと飛ぶのです。ですからこれまでも、田口の者が六蔵はどこへ行ったかと心配していると、昼飯を食ったまま出て日の暮れ方になって、 白山の崖から田口の奥庭にひょっくり飛び降りて帰ってくるのだそうです。黄びろいの娘が六蔵の姿を見て逃げ出したのは、きっとこれまで幾度となくこの白地の万博者に脅されたものと私も思い当たったのであります。けれどもまた六蔵弾きに泣きます。母親が兄の手前を兼ねて折々ひどく叱ることがあり、手のひらで撃つこともあります。 その時は頭を抱え身を縮めて泣き叫びます。しかしすぐと笑っている様は、打たれたことをすっかり忘れてしまったらしく、これを見て私は、なおさらこの白地の痛ましいことを感じました。かかるありですから、六蔵が歌など知っているはずもなさそうですが、知っています。きびろいの歌うような俗歌をそらんじて、折々低い声でやっています。 ある日私は一人で城山に登りました。六蔵を連れてと思いましたが、姿が見えなかったのです。冬ながら九州は南国ゆえ、天気さえ良ければごく暖かで、空気は澄んでいるし、山登りにはかえって冬が良いのです。落葉を踏んで頂きに達し、例の天守台の下まで行くと、せきせきとして万山越えなきうちに、何者か優しい声で歌うのが聞こえます。 見ると天守台の石が木の角に、六蔵が馬乗りにまたがって、両足をふらふら動かしながら、目を遠く放って俗歌を歌っているのでした。空の色、日の光、古い城跡、そして少年、まるで絵です。少年は天使です。この時私の目には、六蔵が白地とはどうしても見えませんでした。白地と天使、なんという哀れな対象でしょう。 しかし私はこの時、白地ながらも少年はやはり自然の子であるかと、つくづく感じました。いまいちつろくぞうの妙な癖を言いますと、この子供は鳥が好きで、鳥さえ見れば目の色を変えて騒ぐことです。けれども何を見ても、カラス、と言い、いくら何を教えても覚えません。モズ、を見ても、ヒヨドリ、を見ても、カラス、と言います。おかしいのは、 ある時白鷺を見て、カラス、と言ったことで、鷺、を、カラス、にーい、黒めるという俗言が、この子だけには当たり前なのです。高い木のてっぺんでモズが鳴いているのを見ると、六蔵は口をあんぐり開けて、じっと眺めています。そしてモズの飛び立ってゆく跡を呆然と見送る様は、すこぶる妙で、この子供には空を自由に飛ぶ鳥がよほど不思議らしく思われました。 し、さて私もこの哀れな子のためには随分骨を折ってみましたが、目に見えるほどの効能は少しもありませんでした。かれこれするうちに翌年の春になり、六蔵の身の上に不慮の災難が起こりました。三月の末でございました。ある日朝から六蔵の姿が見えません。昼過ぎになっても帰りません。ついに日暮れになっても帰ってきませんから田口の家では非常に心配し。 ことに母親はいても立ってもいられん様子です。そこで私はまず城山を探すがよかろうと、田口の僕を一人ずれて、提灯の用意をして、心に怪しい痛ましい思いを抱きながら、いつもの慣れた小道を登って城跡に達しました。俗に虫が知らすというような心持ちで天守台の下に来て、六三、六三、と呼びました。そして私と僕と、 申し合わしたように耳をそば立てました。場所が城跡であるだけ、また探す人が波の子供でないだけ、何とも知れないものすごさを感じました。停止台の上に出て、石垣の端から下を覗いていくうちに、北の最も高い角の真下に六蔵の死骸が落ちているのを発見しました。階段でも話すようですが、実際私は六蔵の帰りのあまり遅いと知ってからは、 どうもこの高い石垣の上から六蔵の墜落して死んだように感じたのであります。あまり空想だと笑われるかもしれませんが、白状しますと、六蔵は鳥のように空を駆け回るつもりで石垣の角から身を踊らしたものと、私には思われるのです。木の枝に来て、六蔵の目の前まで枝から枝へと自在に飛んでみせたら、六蔵はきっと、 自分もその枝に飛びつこうとしたに相違ありません。泣き殻を葬った翌々日、私は一人天守台に登りました。そして六蔵のことを思うと、色い々ろいろと人生不思議の思いに耐えなかったのです。人類と他の動物との相違、人類と自然との関係、生命と死などいう問題が、年若い私の心に深い深い悲しみを起こしました。 イギリスの有名な詩人の歌に、わらべなりけり、というがあります。それは一人の子供が夕べごとに寂しい湖水のほとりに立って、両手の指を組み合わして、袋の鳴く真似をすると、湖水の向こうの山の袋がこれに返事をする。これをそのわらべは楽しみにしていましたが、ついに死にまして、静かな墓に葬られ、その玉は自然の懐に帰ったという心を鋭じたものであります。 私はこの歌が好きで常に読んでいましたが、六蔵の死を見て、その障害を思うて、その白地を思うときは、この歌よりも六蔵のことはさらに意味あるように私は感じました。石垣の上に立って見ていると、春の鳥は自在に飛んでいます。その一つは六蔵ではありますマいか。よし六蔵でないにせよ、六蔵はその鳥とどれだけ違っていましたろう。外事。 哀れな母親は、その子の死を、帰って子のために幸せだと言いながらも泣いていました。ある日のことでした。私は六蔵の新しい墓にお参りするつもりで城山の北にある墓地に行きますと、母親が先に来ていてしきりと墓の周りをぐるぐる回りながら、何か独り言を言っている様子です。私の近づくのを少しも知らないと見えて。なんだってお前は鳥の真似なんぞした。 なんだって石垣から飛んだの。だって先生がそう言ったよ。六三は空を飛ぶつもりで天守台の上から飛んだのだって。いくらバカでも鳥の真似をする人がありますかね、と言って少し考えて。けれどもね、お前は死んだ方がいいよ。死んだ方が幸せだよ。私に気がつくや。ね、先生。無は死んだ方が幸せでございますよ。 と言って涙をハラハラとこぼしました。そういうこともありませんが、何しろ不慮の災難だから諦めるより致し方がありませんよ。けれど、なぜ鳥の真似なんぞしたのでございましょう。それは私の想像ですよ。六三がきっと鳥の真似をして死んだのだか、わかるものじゃありません。だって先生はそう言ったじゃありませぬか。 と母親は目を据えて私の顔を見つめました。六三は大変鳥が好きであったから、そうかもしれないと私が思っただけですよ。はい、六は鳥が好きでしたよ。鳥を見ると自分の両手をこう広げて、こうして、と母親は鳥の羽ばたきの真似をして。こうしてそこらを飛び歩きましたよ。はい、そうして、カラスの鳴く真似が上手でした。 と目の色を変えて話す様子を見ていて、私は思わず目を塞ぎました。白山の森から一羽のカラスが羽を緩やかに、二声賛成泣きながら飛んで、浜の方へ行くや、白地の親は急に話をやめて、呆然と我をも忘れて見送っていました。この一羽のカラスを、六蔵の母親が何と見たでしょう。底本。妨害、少年の悲哀いた六編。 岩波文庫、岩波書店。1939、昭和14、年4月17日第1釣り発行。1960、昭和35、年1月25日第14釣り開版発行。1981、昭和56、年4月10日第34釣り発行。入力、高邪気、構成、ルナキャット。 2000年8月21日公開。2004年6月30日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。